合衆国サン,サンアイランド全景お台場合衆国は東京都港区台場のフジテレビジョン本社屋にて2009年から2013年に夏に開催されたフジテレビ主催の参加型イベント1998年夏の P カイスワンダーランドと2003年以降のお台場冒険王において大規模なアトラクション展示を行っていた特設会場の暫定借地利用契約終了に 伴い2008年度で閉幕となった冒険王の後継にあたる。イベントでは会場内それぞれを国家に見立て、その後、2014年はお台場新大陸、さらに2015年はお台場夢大陸ドリームメガ夏祭りと会題、リニューアルを繰り返し、2016年から現在のお台場みんなの夢大陸へと繋がっていく。通常は10時18時であるが、 例年8月第1土曜日からお盆休みとされる8月中旬までの10日間前後と8月中旬引く下旬の土日のみ RE ーーオープンとなり開催時間は9時18時となる2009年チケットボックスにて販売ベサイドプールチケットボックスにて販売2010年以降チケットボックスにて販売富士テレビ開局50周年記念イベントの一環として目指せ お台場合衆国に選球富士がやらなきゃ、誰がやると題して7月18日から8月31日までの45日間に、渡って開催された。アトラクションお台場集、編集富士テレビ本社、シンボルプロムナード公園近辺。ベイサイド集、編集ベイサイドプール線の科学館から、お台場海浜公園に至る海沿いほぼ全域。ブルーオーシャン集、 編集大見区域のほぼ全域。2009年サンライズ州、編集有明区域の南部。土休日及び8月11日から8月14日は、フジテレビ本社から、無料シャトルバスが運行する。2009年主なイベントほか、お台場合衆国2010笑うべいには、福来たる。と題して7月17日から8月31日までの46日間に、 渡って開催された、アトラクション富士テレビランド、編集富士テレビ本社、シンボルプロムナード公園近辺、お台場ランド、編集東京臨海福都新大海ピーク角のほぼ、全域、2009年と同じ規模、主なイベントほか3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震及び、東京電力、福島第一原子力発電所での事故による、 電力事情悪化の影響により一度は開催が危ぶまれたもののお台場合衆国2011僕らが日本応援団と題して7月16日から8月31日までの47日間にわたって開催された。また売り上げの一部は東日本大震災の被災地へと寄付された。アトラクションフジテレビ本社や編集委員会 道の区合衆国1階3階大階段7階屋上庭園18階、社員食堂22階フォーラム22階ホワイエ24階25階9体、展望室、八玉合衆国33アイランド、編集主なイベントと見どころが、来週また、期間中47日間では、トータル66,803人とハグをしたので、一人ハグ。 するごとに10円寄付するという約束通り668,030円を自腹で被災地へ寄付することになった。他、お台場合衆国、2012ここから始まる日本応援団、と題し、2012年7月14日から9月2日の51日間にわたって開催された。アトラクション富士テレビ本社や編集合衆国サン,サンアイランド、 編集主なイベント他2009年、黄緑、大々、ピンクの3種類の T シャツを着用。2010年、ラフ、ラフラフ、ロゴ入りの赤、青、黄色、黄緑、紫、大々、ピンク、水色、白、黒の10種類の T シャツを着用。2011年、ニューイーストロゴと、方イ自身が北東を指すイメージのようなイラスト入りの、レモン色の T シャツを着用。 2012年、2012ネクストオブステージのイラスト入りの赤、青、黄色、黄緑、紫、ピンクの6種類の T シャツを着用。ありがとうございます。